皆さんこんにちは。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田野豊です。感謝ということで、はい、今日はですね、こちら我々鹿児島ユナイテッド FC のオフィシャルスポンサーでもあります、株式会社聖火スポーツセンターさんが運営をされる聖火スポーツクラブ臼杵店にやってきております。今日はですね、何やらいろいろ体験をさせていただけるみたいなので、ちゃんとシューズも持ってですね、はい、動ける体制を作ってやってまいりました。早速ではありますが、感謝を伝えに行っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。すいません、鹿児島にやってて FC の田野上と申します。はい、応援にいただいてます。お待ちしてました。はい、よろしくお願いします。早速でありますけど、まずこちらで検温と、あとは消毒も、しっかりされてますね。コロナ対策というか、はい、これは、これは自動なんですね。自動で3秒間止まっていただくと、はい、あ、OK、出ました。もう本当いつもお世話になってありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はですね、はい、聖火スポーツクラブ、まあ、知らない方はいないんじゃないかと思うんですけど、僕ももうちっちゃい頃から聖火スポーツクラブっていうのがね、耳から離れないぐらい覚えてますけど、ありがとうございます、はい、なんですけど、何をされてるかっていうのを改めてちょっとお聞きできればなというふうに思ってるんですが、はい、わかりました、はい、僕大失態を犯しておりました。自己紹介の方をしていただいてなかったので、改めまして自己紹介の方お願いします。はい、ここ聖火スポーツクラブ臼杵店で、トレーナーをしております水迫忍と言います。これでじゃあね、はい、お願いします。よろしくお願いします。早速ですよ。早速ですよ、はい、こちらの方の、こちらの方がストレッチマシンっていうのがあるんですけれども、はい、ベロって書いてあるんですけど、体を本来やるいい状態に整えてくれるもので、練習の前だったりとか後だったりとかに使えるような、重りじゃなくてバネを利用して筋肉に近い状態で体を小刻みに揺らすことでメンテナンスしていくマシンになっております。ストレッチ専用マシンと。ストレッチ専用マシンになってます。で、早速こちら、はい、プラスエクステンションっていうんですけども、はい、足全体のほぐしをちょっと見せてみましょうか。あ、お願いします。はい、まずは座りまして、重さはいいかな、高いところにできれば置いてもらって、はい、胸を張ったまま、いっぱい動かさずにですね、これは小刻みに動かしていきます。で、つま先もちょっと手前でこんな形で、ハムストリングってももの裏のストレッチをしていくんですけど、最初ちょっと前屈をしていただいて、はい、どこまでできるのかっていうところ、前後の差も確認できますので、はい、はい、あ、結構柔らかい。体だけはですね、柔らかいんですただハムストリング、今言われたハムストリング、はい、そこの怪我に泣いて、肉離れをよくしてしまって、そうだったね、最後はそれで引退となってしまいましょうか。これを早く知ってれば。じゃあ早速で胸を張って、手をこちらの方にちょっと添えれますので、はい、この辺、あ、こうですね、はい、で、つま先を手前に引いたまま、はい、つま先をちょっと上げます。このまま膝を軽く曲げて、伸びてる、はい、このまま伸ばす、で、押すというよりは、はい、骨盤から押すような感じで、伸ばす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 と、ももの裏の伸びを感じていただければ、大丈夫です。膝で押すわけじゃないんですね。です。重りというよりは、筋肉の状態を良くするように、ももの裏の伸び縮みをしっかりと出してあげる、そんなマシンになってますので。動的ストレッチですね。動的ストレッチ。なるほど。なので、練習前にもいいっていう。ことですね。これですね、はい、もう一つはやり方がオプションでありまして、はい、お尻のストレッチもできます、はい、で、足の位置同じ位置で置いてもらって、はいはい、右一度伸ばしましょう。右足を左側の膝にかけてですね、こういう形で、で、ガニ股になります。はいはい、このまま手前に引く引く引くと、すごい。これで小さくまた手前に揺らしてみてください。引く引く方です、今度引く引く、はい、はい、めちゃくちゃ伸びてます。ここ腿の裏がグッ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 と伸びてくる感じがすると思います。はいはいはい、はい、これでまたお尻の方のメンテにもつながってきますね。なるほど。じゃあ反対側の足もよかったら、バランスがね、悪くなりますね。そういったバランスを整えていくっていうことにも効果があります。いいですね、はい、選手自体も自分でこうやってまさにこうかけて自分で引っ張ってたんで、そうです、それよりはやっぱりパーソナルストレッチに近い状態で、なるほど、押されて、で、重さの設定もここで4段階できるんですけど、今半分入ってる状態でまだ重たくしたりもできるので、はいはいはい、体重だったりとか体の硬さに合わせて
行うことができます。すごい、ぜひ今日はこれだけご紹介なんですけども、はい、他にも単発でお尻や胸、肩、それから股関節、こちらは今これめちゃくちゃ気になりましたけどね、来た時から。これもやってみますか、そしたら。はい、いいですか。これは肩周りの柔軟性だけじゃなくて体幹と。なんか罰ゲームのやつじゃないですね。じゃないですね。これ貼り付けの刑みたいな感じ。だからなんかぐるぐる回されてっていう。でもまさにこう貼り付いてないと肩が離れないようにして、はいはい、胸を張ったままこう開いて。おお。でゴルフのスイングの右と左をねじりを良くしていくものであって。で肩甲骨でお尻をぐーっと突き出して後ろの方に行きましょう。でこのまま右に左にで揺らしていきます。はい、あ、しのぶさん柔らかいですね。あー、いやここから左足かかと上げてみましょうか。ぐーっとさらにいくので、ゴルフスイングっぽいですね。で目線もちょっと上の方に向けてさらにいけるので、こういった上半身と下半身のつながりを作っていくものだったり、でこれも小刻みに動くことで体幹のトレーニングにもなるので、やってもらっていいですか。結構難しいというか、例えばこう右左をフッフッ上半身だけの動きにして、下半身は固定するのか一緒に動いて連動して動いて、どこまでいくんですか。あ、結構もう結構いけます。であとこれ縦にもすることができるので、はい、縦にすると もうまさに貼り付けの系みたいに、おお、あー、これいいですね。これは伸びが出てる。おおおお、おらららやってみてください。え、すごっこれすごいですね。はい、でもうちょっと前の方行って、はい、ここで少し肩甲骨の動きを感じながら、あー、なるほど、あー、そんな感じです。なるほど、なるほど、伸びますよね。あ、すっごい伸びます。あ、普段こう自分じゃ伸ばせないような場所までグッて伸びますね。そうですね。あと呼吸をしっかりと吸って吐いて、吸って吐いてしていったりすると、すべてのマシンそうなんですけど、はい、呼吸器系も整ってきたりする、筋肉群も伸びてくるので、呼吸がでも何ていうんですか、こう胸が開くような感じになりますね。そうです、いいですよ、これぜひ連動して、場所を3回移しまして、はい、でね、もうこれがまさに目に入っていて気になったんですよ。はい、ビっていう文字がありますけど、はい、ホットスタジオになっております。ホットスタジオ、暖かいってことですか。暖かい、今はついてないんですけど、ホットピラティスとホットヨガを行っております。はい、主にどういう、すみません、僕はちょっと知識がないもので、あ、はい、やったことないんです。その名の通り、暖かい環境でホットヨガなどを行っていくんですけど、うちは床暖房も結構使っているので、はい、骨盤の周りから温まって、かなり内臓まで温まるので、冷え性の予防だったりですね、ピラティスヨガで体を整えていく、そんなのもされてると。で今日体験してもらいたいと思って、はい、うちのナンバーワンの、人気を発表でボディーコンバットというディスミルズプログラムになっております。ボディーコンバット、ボディーコンバット、私が知ってるのがボディーパンプというバーベルで筋肉 の状態をフレームで引き締めていくんですけど、こちらは瞬発系の結構パンチングだったりあって、はい、背中が鍛えられます。女性の方もいらっしゃるんですか。はい、女性インストラクターもおります。めちゃくちゃいい体します、皆さん。おー、来た、はい、来た、こんにちは、こんにちは。今、はい、ボディーコンバットしてるんですけど、はい、どうですか。いきなりですか。一緒にどうですか。いや、お願いします。やりますか。じゃあちょっと動きます。はい、やりましょう、ぜひ行きましょう。リズム、ちょっと待って。
楽しかったんですけど、優しく教えてくれた。楽しかったです。できたんです。今ちなみにおいくつですか？今年、今月48。48!48 歳ですって。本当ですか？はい。すごい。いや、ありがとうございます。すっごい楽しかったです。また来ていいですか？はい。お願いします。この時はよろしくお願いします。一緒に、一緒に出たんで。もう腕パンパンなんですよ。やばい。マジで。マジで。何がいいって。なんかこう人柄が素晴らしい。明るいから入ってきやすいわけですよ。でも今日はもう多分大丈夫です僕は。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、水野さん。ということで、はい、今1回、2回、3回と、はい、見させていただいて4回までですかね。はい、4回まで見させていただいて、炭の炭場でね、ご紹介していただきましたけど、ちょっと親しき中にも礼儀ありじゃないですね、礼儀ありですよね、普通は。なんですけど、僕の場合、親しき中にも勝負ありということで、はい、ちょっと、お豆さん打ちゲームの対戦をさせていただけたらなというふうに思ってるんですけど。はい、と行きたいところなんですけども、はい、この勝負はうちの売上担当の松岡にお願いしたいと思います。松岡さん、よろしくお願いします。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 松岡さん、お箸の腕はどうですか？普段プロテインしか飲んでないので、箸は久々です。いやいやいや、どんな生活してるんですか？じゃあ、ひとまず座りましょうか。はい、お願いします。はい、では、いただきます。いただきます。普通ですね。あ、すいません。ごめん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 。本当に詳しい。
通勤だけで生活してたんですか。いえ。ですよね。そうついたということで。まあそれは置いといて。いや、本当にすいません。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はですね、たくさんあのご紹介していただいて。はい。何かメッセージをいただけるっていうのをお聞きしてね。そうですね。はい。鹿児島で唯一のサッカーチームで、うちもあのスポーツクラブとして地域に密着した、唯一のもう皆さんに親しまれるスポーツクラブを目指していきたいと思ってますので、ぜひ一緒に頑張りましょうということで。聖火スポーツクラブ、鹿児島ユナイテッド FC を応援していきます。せーの、サッカー。はい、ということで今日は、はい、皆さんで、たくさん優しく丁寧にご紹介していただきまして、生活スポーツクラブ、魅力をたくさんお伝えいただきました。これからも応援の方よろしくお願いします。はい、ということで感謝の旅、今日はここまでということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。